体おかしい。私に落ち度はないはずだ。まあそうだな。でもさ、調整ってのは得てしてそういう。宝徳殿はわかる。スペックは優秀だし、性格もまっすぐでいい方だ。そうだな。向上するときも突撃するときも本当にまっすぐないい人だしな。定育殿もわかる。まあな、半径一つあれば随分違うしな。本当だ。彼一人でだいぶプレッシャーがかかる。傭兵の妙とはまさにこのことだ。しかし私が外れて入ったあの女はなんだ。いやー、まあ彼女も言うほど悪い人じゃなくてね。後出し有利だかなんだか知らんが、急にしゃしゃり出てきてあの態度とは不愉快極まりない。あなたたち、私の姿が見えないとなれば随分とお口がお達者なようね。ん、その声は。あちゃー。一個す弓の副兵め。隠れていれば弓は撃たないが、盗み聞きは達者ときたか。私が新しいデッキに入るのがよほどお気に召さないようね。いやー、はるかたん、別にそういう話をしてたわけじゃな。あなたもはるかたんなどと慣れ慣れしく呼ばないでいただけますか。私、長春花と申しますの。いや、すみません。はっ、誰がうまいことを言えと。何がだ。半端な一コス弓が副兵がついた途端にレギュラー気取りだ。これでは危うくて落ち落ち橋工場もできん。傭兵が柔軟でよかったわね。馬じゃなければ計略の調整次第で何の意味もなくなるところよ。計略ね。セガのどこのドイツに便宜を図ったか知らんが、カードも全面パワーアップで全くおめでたいことだ。これがなんとかクオリティってやつか。ちょっと、まあおとなしく聞いてればこの有様。失礼なことを言うのはこの口かしら。いて、このいて、いや、よさないか。このメギツネ。二人ともこんなところでやめなさい。やめ、横揺りはやめな。もう二人ともよしなさいよ。殿には殿のお考えがあって、ああいう出来になったんだから、ここはしっかり腹に収めないと。どうしても不満なら、それこそ殿に直接聞くとか。直接か。いいだろう。直接言われないとわからないくらいの知力なら、そうするしかないわね。減らず口が何よ。まあ、やめて。殿。何かあった？あ、殿。実はこの二人が。聞いてください、殿。このメギツネが、殿のデッキに不満があると。不満があるのはあなたでしょ？勝手なことを。ああ、デッキね。だってさ、やっぱ色気が欲しいじゃん。人妻の魅力っていうのかな。そんなことですか。私にだってまだできることがたくさん。まあ各弱体化しちゃったけど、はるかは性能変わらないし、女性が一人いるとやっぱさ、デッキの雰囲気良くなるよね。パーって明るく。まあ曹操様お上手。同じ馬でも2コス違うとこうなるのね。もうそんなつまんないこと言ってないで、ほら次の戦場行くよ学神。あとはるかもね。はい。ああじゃあそういうことだからピーで。ああですよね。はあ、これがギブデック。